いやもうね、一応ね、はい、やっぱ我々としてはね、はい、我々としてはね、やさしきなのはここなんだよ。はい。あ、割と来てるよ。あ、思ったより普通だね。思ったより普通だわ。うん。大丈夫やな、これ。あ、賞味期限も。あ、大丈夫だ、大丈夫だ。うん。なんで味噌汁がここに入ってるのかは、ちょっとところだけど。いや、この、大丈夫？タバコも、賞味期限大丈夫？おぉ。いや、いや、多分期限ないに食べるようにする。一宮の時は。いや、あの時も10年前です。一宮の時の、あの苦い記憶があるから、ここ開けた時のあの牛乳。え、あったっけ、その覚えてるかい？覚えてない。固定になってたんだよ。あったっけ？あったんだよ。あの水が。ああ。半年ぐらいは放置した。あの水な。あったっけな、もう覚えてないや。ほう。俺、あの強烈な匂いとな、あの強烈、泥のようになった水菜はな、二度と忘れねえぞ、俺は。あ、でもね、実は一つ、じゃあ、ネタはあるよ。100% ジュース。手じゃねえ、これ。これ、飲めるかな、飲めるかなと思いつつ。はぁ。飲んでみるやわ飲んでみるやわあかん俺これ飲んでみるやって言って私飲んでや体壊したら俺確実にあれやん炎上やん半年ならセーフちゃう半年た半年じゃねえよなあ半年か半年かちょうどぐらい缶だったらワンチャンあるけど紙だからなんで暑い時期に飲まなかったのうん、うんこれ美味しいよ、うん、知ってるよ1年これ1年ぐらい入ってたうん、これ美味しいんだよ美味しいよね絶対美味しいよね、カゴメですねこれ美味しい、あのね、実はね、うん、あの郵便屋取った時に、うんうんね、配達に行くとね、くれる人がおったん、これ、うんうん、行くとね、いつもね、用意してくれてあってね、うん、ああもうわざわざ上まで持ってきてくれたんでって、2階にね、玄関があるところで、うんなんでね、いつもくれるでね、ああ、いつもありがとうございますって言って、よう飲んでね、美味しいなって飲んどったもんですよ。うん、高いんだぞ、これ。高いよね。これなんでこれ持ってんの？いや、これね、高い言うても、あれだよ。ドン・キホーテで。あ、ドン・キで買ったんだ。ギフトで、なんか、12本、なんかね、ギフトセットで、500円ぐらいで買ったやつ。あれか、あの、余り物というか、うん、見切り品みたいなやつで。そうそうそううん自分で買ってね、なんでなおさら顔のこと飲まないんだなんか、ね、もったいないっていう本当にバカだと思うよ、我ながらなんかもったいないじゃん、ストレートジュースってこう、うん、となんかあのとっておきまあ、わからんではない1週間の一番最後のボスわからんではない、俺もつい最近まであの友達がくれたあのヤマトラムネ、うん、あのクレイのヤマトラムネを確かに、あげたのが3日前や確かに、うん何かにてずーっとあの冷蔵庫で眠らしとってなんか良かったときにと思ってたけど、うん、あでもさすがにそろそろ飲もうかなと思って開けたけどまあ寝かし方が違うねいやだってこれ今日開けてジャバーってやってた食事事情かよく分からんこれあ割とね特報多いねこんなに健康的に見えない特報なかなかねえぞおめえ割と野菜ジュースとか割とタッグ特効って言いながらさなんかホタテ風味のなんか缶詰とか置いてあるしさこれもさ、うん、1年半以上買ったらかしだけどただ期限は OK あまあまあ缶詰やからなでまあねど大体どこのスーパーに届くか分かってきたわなあこれで見たらな、うん、あはいあれでもこの辺りってアプタって何かあったっけ金身が入ってるけどなんかいつまでですかね、溜め込むんじゃないのセブンアンダイエル、まあまあまあ、これある程度溜め込むのはな、分からんじゃないけど、めぐり、あ、これ違う、これあれやな、フェリーなんやな、うん、フェリーのはカレー生と一緒やで、使ったのが一緒やで、今度かな、これめぐりだからどっかか、どやろ、アネミはイオンやわな、あ、アカネミはあの、アクタとして。さあちなみに飯は、はいうん、
どうなんだ、俺一応軽く入れてこっちに来たんだけど、いや言っちゃったら最初に行こうって言うけどさ、そんなこと言ったらさ、元も子もねえからさ、それここまで来たから、いやいや、これ自分で言うのもなんだけどさ、よくたどり着いたな、よく覚えとったなと思うやろ、我ながらな、この土地勘にはびっくり、まあトイレはもともとおったからな、はい、まああそこの本町のあそこのって言ってな、で確か反応が近くやったらなと思って、サークル系のまんまやったと思うし、あれなんかトラックがわーっと思って、あれここやったっけなと思ったら、その先に反応が見えてきたで、あのトヨタチック、トヨツーのあのガソリンスタンドと、ああやっぱあそこやったよなと思って、でとりあえずあのセブンイレブンに乗ってちょっと一応地図で確認して、あ、でも部屋番号は変わっとるな、あ、突撃できない、あ、ヤフー向こうに行くところやった、そう、危ない、え、これで本当来週行く、これで来週行くの、そう、あとこれ、賞味期限によるあ、これで12月って、結構ため込んだね、はい、はいうん、いやありがたかったね、来ましたな、あ、まあ言うて、まあまあ好き嫌いあるんやな、そういえば、でも、でもまあ、昔よりじゃないから、まあ15キロぐらい、あ、15ぐらいしかないか、言うてこれ、音波測っとったからさ、U パックで、30キロ超えとったら持った瞬間にわかるよ、もうちょっと入ってます。ああ、このゼロやって入れても全然大丈夫。重さ的には。俺やったら片手で持てる。じゃあどうしましょうかね。ほら、お前そうなって。お前。いや、懐かしいなと思って、なんかエンジェルビーストの用意がなかなかいいんだよ。あの未開封のゲームとかさ、危なかったぞお前、これユリッペで床に置いちゃったら俺この瞬間にぶっ殺しとったぞ、危ねえ、ちょっとユッペの世界に行ってこい、あ、ただ、ここのうちの数少ない視聴者の中に、天使ちゃん、マジ天使って言って、マジ嫁って言ってるうちの職場の先輩がおるんやけど、バレたらちょっとうちの会社に転職が難しいかな、いや怖いなこれ、俺一番怖いの本当にこれひっくり返すときよ、布団、ちなみにどれぐらい寝かしたんだこの布団、いやもうそこにハサミが置いてあったりとかさ、なんでバナナがここに転がって、なんで缶詰の蓋だけそこに転がってるのかとか、もう突っ込んでくるのが多すぎるんだけど、ここら辺片付けたんだけど、すごい、この辺がすごい少なかったから、あげくらさんに今さ、そこら辺にさ、個人情報のさ、載ってるさ、明細とかあるからさ、やべえじゃん、これ、モザイクかけないといけねえじゃんってこと、今気がついてきて、でもモザイクじゃなくて、モザイクどころじゃなくて、ダメダメ、いや、ダメなのはどっちだと言いたいけど、いや、だってさ、俺一つ聞いていい、この状態どうやって寝るの？寝てたらそれはちょっと元に戻る。物が途中に浮くんだけど。でもね、減ったよこれ。本当減った。あとでちょっと差し伸べするわ。全く何もしない。それよりかはもう床が見えるんだもん。床見えるでしょ。いやもう。頑張った。そうか。よし、一回避難しようか。そうね、よし、俺あとね、ガソリンも入れなきゃいけないしね。言うてさ、そのまま直接来たもんね、ガソリン少なからないよ。そっちの車でじゃあ。ましょ。どうせ車は俺も変なところ止めるし。あれどっちやったっけ、安全部とこっちか。ダンボールとかもさ、あ、これは何？あ、これは、するやつよ、これから、はい、玄関が一番片付いてるんだよな
いてるね。だからなんでこのエスカップのさ、ふただけさ、こんなにさ。あ、それちょっとすいません。うん、よし、これは頑張って。ゴミの分別方法思い出そう。トイレ大丈夫だろうね。あの、見ちゃダメ、絶対開けるから。あ、そんなこと言われたら開けるぞ。そうだろ。いやいや、ちょっと待って待って、どうなった。あ、大丈夫でしょ。ちょっとあの、なんか下がさ、ちょっと汚いから。ちょっとじゃねえよ。あれはちょっとお湯かけて、こういう白いスポンジでこういうのでコシコシにすればこっちから、その後でやる。アルカリ性洗剤欲しいな。めぐりへ呼ぶか。俺はこの辺りに来たらめぐり屋によったら大体何でも揃うと思ってるから。めぐり屋ね。なんかあそこ接客相性悪いから行きたいな。トヨタってそんな接客のいいところあるわ。まあエプロンか、まあいいか。あ、エプロンからのあれなら山登るのがいいかな。山登る、そっか、こっちにもあるな。山ベースの方まで山に行く。うん、自分の部屋がすっげえ綺麗に覚えてきたもんな、これ見たてやと。いや、一応さ、ほら、撮影するのにさ、それなりにスペースを作ってあるからさ、言うても多分見る人から見たら汚いなと思われとるかもしれないけど、この袋にとりあえずあの袋に全部入れときゃいいの、それともどういう感じになる、ここのゴミの分別は。まあ、みんなあの、ゴミ出しゴミで持っててくれるんだ。うん、で分別さえしとけばいいんだ。トヨタ市の分別方法でいいんだよね。行きましょうか。ああ、おーおーおー、なんか音が。ああ、悪い悪い。ほら、生ガンとしてどういう干し方するのこれ。いや、ペアもするから、まあ、ガンしたら。いや、絶対何回かあれパターンってなっとるやろ。その、細いやつでやっとるで。大丈夫だよ。割と普通風。あ、そう。ダメダメダメ、あ、絶対ここで消したらおめえそこで絶対ケツまずくぞ。いや